レッドキャンピオンは、ナデシコ科の植物。中央、西部、北部ヨーロッパ全域及び南部ヨーロッパの一部に分布している。二年草もしくは多年草であり、濃いピンクから赤色で、直径1.8から2.5センチメートルの花を咲かせる。花は、香りはしない。花弁は5枚あり、先端は深く切れ込んでいる。木部は細くなっており、 骨壺型の額の中に入っていっている。下記は5月から10月。茎は枝分かれし、高さは30から90センチメートルになる。濃い緑色の葉は単葉で尖った卵型をしており、長さは3から8センチメートルで、虚子はなく、耐性する。葉と茎には毛が生えており、少し粘つく。上の方の葉は柄がない。尾花と芽花は別の株で咲く。 バ花には10本のお寿司ベと10本の筋のある額が、バ花には5本の家中と20本の筋のある額がある。実は10月以降にでき、乱形の果てで多数の種子が入っている。レッドキャンピオンは、路房や森林、岩がちな斜面に生えている。湿った酸性でない土壌を好む。薄いピンク色の花を咲かせるものは、ホワイトキャンピオンとの雑種である。ありがとうございます。